ウエストモーランド博、ラルフ・ネビルと12人の子供たち、ポルリンブルクが初代ウエストモーランド博、ラルフ・ドゥ・ネビルは、14世紀後期から15世紀前期の、イングランドの貴族である。父は、ネビル・ドゥ・レビー男爵ジョン・ドゥ・ネビル、母は、パーシー男爵ヘンリー・ドゥ・パーシーの娘、モード・パーシー。ホットスパーは、父方では重帝、母方では上位にあたる。 ヨーク朝の二代のイングランド王エドワード四世、リチャード三世は外存にあたる。イングランドのダラムのレビー城で生まれた。1388年、父の後を継いで、ネビルドゥ、レビー男爵になり、1397年に、リチャード二世の命令で卒位派貴族の裁判に関わり、同年に、ウェストモーランド博に助釈された。1402年には、ヨーク公。 エドマンド・ブ・ラングリーの死によって空席のできていたガーター騎士団の一員になった。1399年にリチャード2世の重帝のヘンリー・ボリングブルックがクーデターを起こした時はボリングブルックに寝返った。以降はヘンリー4世に仕え、ギリノージのノーサンバランド博、ヘンリー・パーシー・ホットスパーフ氏の反乱には組みせず、1405年のヨーク大司教。 リチャード・スクループとトマス・モーブレーの反乱を鎮圧した。1415年7月ではイングランドに残り、ノーサンバーランドで、スコットランド軍と戦っている。1417年に、ヨーク公リチャードの後見人となり、1424年に、娘のセシリー・ネビルと婚約させたが翌年に死去。長男のジョン・ネビルに先立たれていたため、ウエスト・モーランド白位は、 孫のラルフ・ネビルが継承した。また、別の息子、リチャード・ネビルは遺産相続と隕石関係からソールズベリー博となりネビル家は繁栄を迎えた。最初の妻、マーガレット・スタフォードとは1382年に結婚した。1396年11月29日に2番目の妻ジョーオンボーフォートと結婚した。彼女の父方の祖父母は、 イングランド国王エドワード三世と王妃フィリッパ・オブ・エノーであった。マーガレット・スタフォードとの間に9人の子供がいた。ジョーン・ボーフォートとの間には14人の子供がいた。ネビル家は、ラルフとリチャードの2代で、多くの貴族と隕石関係を結んだが、後のバラ戦争では、それぞれが敵味方に分かれ、戦争を繰り返した。子孫のうち、エレノア、リチャードとセシリーの子孫が、 パーシー家、スタンリー家やイングランド王家と結び、現在に至る。海保、P64、P65。ABC 松村、P510。ロイル、P80、P102、P103。ありがとうございます。